いやいやもう本当に勘弁してくださいよ。案の定ではありますが大体開催地も調整つかずに結局中止ですかいな。いやはや前代未聞だよ。貴重な代表活動期間になんてことをしてくれるんだよ。もう二度とこんな国とは試合したくないな。最初からわかってればね。一戦目の意味合いが変わってくるからやることも違ってくるのよ。もっと有意義にできたものを。まったくだよ。なんか最近いろいろとついてないな。日本代表は、とりあえず監督以下スタッフだけでもお払いにでも行った方がいいんじゃないだろうか。まあ、とりあえず記事を見ていきましょうか。はあ、どんなテンションでやればいいのか難しいわ。日本代表前代未聞の解散。26日北朝鮮戦中止、ファが没収判断なら不戦勝で最終予選進出。日本サッカー協会 JFA は22日、ファワールドカップ北中米大会アジア2次予選北朝鮮戦の2戦目26日を待つ日本代表を解散すると発表した。アジアサッカー連盟 AFC から、国際サッカー連盟 FIFA と協議の末に4日後の試合を当初の予定通り平壌もしくは中立地で開催されないことを決定になった旨の通達を受けたといい、代表期間中の途中解散を決めた。次に代表活動が可能なのは6月のインターナショナルマッチデーウィークになる。そこではアウェイのミャンマー戦、ホームのシリア戦が予定されているんだ。4月、5月はそもそも代表活動は予定がない。その期間で試合の実施が決まったとしても、少なくとも欧州組の招集はできないから国内組でなんとか対応するのが精一杯だな。事実上、没収試合で決まりでしょうね。現実的に考えて、後日延期って選択肢はなさそうですね。本当に何やってるんでしょうね。ただただ迷惑が過ぎるわ。平壌へ行ってアウェイ戦もきついけど、今さら中立地へ移動するのもまた一苦労だ。日本としては最善のところに落ち着いたけど、なんだか複雑だな。今後のアウェイ北朝鮮戦の取り扱いは、FIFAの担当委員会に付託され、さらなる決定が下される。別日への延期も可能性は残されているが、ワールドカップ2次予選の開催期限は6月。すでにミャンマー戦に試合があるため、没収試合になることが予想される。その場合は規定で3例の不戦勝に。戦わずして4連勝が確定し、最終予選今年9月開幕進出が決まる前代未聞の展開になる。国内待機に変更していたチームはこの日、都内から千葉市内に移って調整した。当初は浅見経由地事前合宿先の北京へ渡航予定だったが、北朝鮮側の唐突な要求を受け、滞在を延長した。選手だけでなくスタッフも、北朝鮮に振り回された形となった。北朝鮮が核ミサイル開発を強行し、国連安保理制裁決議に違反し続けていることはよく知られていることだが、友好親善と平和目的の国際スポーツの分野でさえも、自国開催の試合をドタキャンし、AFC や JFA、選手など各方面に甚大な迷惑をかけている。とても尋常な事態ではない。国立競技場に応援に行った大勢の朝鮮総連の人々、特に朝鮮大学校の若者たちも今回の事態には呆れているんじゃないでしょうか。日本で暮らしていて外の世界に触れていればなおさらだよな。スタジアムに集まって祖国のために声を張り上げて応援した若者たちへの裏切り行為と言ってもいい。試合をめぐっては、北朝鮮協会からアジアサッカー連盟 AFC に対し、自国開催キムイルソン競技場を返上するとの文書が届いたと、前日21日の試合を、日本協会の田島幸三会長66が明らかにしていた。日本で感染者数が増えている激症型溶血性連鎖球菌感染症が、致死率 30% 強の悪性伝染病と同国内では伝えられるなど、防疫上の警戒を強めたとみられる。この理由もどうなんだかな。あちらの国の言うことは何も信じられないな。我々の常識で押し量れるような普通の国ではないことが改めてよくわかったよ。国際的には考えられないような非常識な行動をし続けてるもんね。やっぱりこんな国はスポーツの国際舞台に出てきてはダメですよ。その試合のハーフタイムには、北朝鮮の団長からまさかの日本開催を打診されたが、入国手続き上の問題で受け入れなかったという。政府が制裁を課しているため、この日までの入国許可しか下りていなかった。2月の女子日本代表なでしこジャパンも、パリ五輪オリンピックアジア最終予選の第1戦が当初は平壌開催だったが、中立地のサウジアラビアジッダへ、物議を醸したが、それでも試合3日前には実施が決まった。今回の男子は、急転中止の決定が降ってくる異常事態となった。決定を受け、森保ジャパンは22日をもって活動を終了すると JFA も発表。国内外から選手を集めながら、スペインから呼んだミッドフィールダー久保建英や約1年3ヶ月ぶり復帰のディフェンダー長友佑都ら9選手が出番なし、中立地を模索しつつ、日本の不戦勝案も上がった中、チームは準備を怠らなかったが、虚無感だけが残された。女子に続いて男子までこの国に振り回されるなんて本当に災難としか言いようがない。こちらとしてはどうすることもできないのが歯がゆいな。しかしこれは JFA として AFC 及び FIFA には毅然とした態度で厳しく抗議をしてもらいたいぜ。日本代表としては貴重なインターナショナルマッチデーの活動期間が4日間も短縮されてしまう結果になって、
アジアカップからのチーム立て直しを目指していた森保監督にとってはダメージが少なくないよね。ただ、数々の不安要素のあった平壌行きを回避できたところは、選手たちのコンディションやメンタル面を考えると唯一の朗報と言えるとこだな。前向きに捉えるしかない。森保はじめ監督コメント。昨日の試合において気になった点や改善点を修正する機会がなくなったことと、次の試合でより多くの選手を起用できなくなったことは残念に思います。また今回、所属クラブでタフなシーズンを送っている中、招集に応じてくれた選手たちが厳しい状況の中でも常にポジティブな姿勢を持って活動に臨んでくれたことに感謝しています。日本代表の活動は今後も続きますし、これまでの積み上げをベースにチームとしてさらなる向上を目指します。今は欧州組もシーズン佳境、国内組は J リーグが始まったばかり。予定より早く所属クラブに戻って調整できることをプラスに捉え、気持ちを切り替えてほしいですね。今回のアウェイ北朝鮮戦に関しては、2点3点した原因は全て北朝鮮側と AFC にあるので、日程変更によって日本代表に過度な負担がかかることは到底受け入れられない。不戦勝という形ですっきりと今回の件は終わらせて、6月シリーズを迎えられる形が一番いいだろう。今後の成り行きを慎重に見守っていきたいところだな。それじゃあ、みんなの反応を見ていこうか。日本にとっては不戦勝で良いけどね。選手の負担や怪我のリスクも消えるし、もともと中継も難しいということなら、ビジネス面でもメリットないだろうし。一方で、ファイ FC かなにはちゃんと期待の対応を考えてほしいね。捉え方によっては良かった部分もあれば逆に悪い影響が出てくる部分もある。ちょっと複雑なところだな。確かにクラブでも酷使されてる選手などもいるから、選手のコンディション的な負担面を見ればポジティブに良かったと言えるかもしれないが、年間でも限られた代表戦貴重な試合の一つを減らしてしまったダメージも少なからずあるだろう。森保監督もコメントしてたように、ホームでの改善点の修正を確認する場がなくなったということになるもんね。まあ、実際に改善できたかどうかはまた別の話だけど、直前キャンセルなんていう前代未聞のやらかしでノーペナルティなどあってはならない。北には何らかのペナルティが絶対に課されるべき。今後もし再び対戦することがあれば、毅然とした対応を取らなければならない。いやもう二度と対戦したくないんですけど、この短期間で立て続けに男女とも振り回されたら正直やってられないよな。なんだか最近男女ともに各カテゴリーで北朝鮮との対戦が多いのよね。その度何かしらトラブルが起きてる。あいつらが例のウイルスを怖がって国に引っ込んでる間はこんなことも起こらずに平和だったよな。またしばらく引きこもっててほしいぜ。北朝鮮の代表選手はかなり荒っぽかったけど、もしかしたら日本に勝てることもあるんじゃないかというくらい頑張ってた。負けたことより、次の機会を奪われた方が悔しくてたまらないだろうなと思う。でもこうなった以上、二次予選の出場権は剥奪して、他の3チームは北朝鮮との2戦は勝利したとして勝ち点6を積み上げて日本、シリア、ミャンマーの3チームで二次予選を成立させた方が良い。北朝鮮選手は悔しいだろうけど、予定の組めないチームは追い出すしかないと思う。あちらのお国が決めたことだから同情はないが、選手には罪はないんだよな。リベンジの機会を奪われた選手たちは祖国のやり方にどう思うんだろうか。将軍様の決めたことだから表立って文句は言えないんでしょうけど、今回のメンバーには岐阜でプレイしてる選手もいたし、元セリエ A プレイヤーもメンバー入りしてたもんね。外の世界を知ってる選手たちは自国の異常さにいよいよ気づいてるわよね。彼らがどう感じてるのか気になるところね。さてこの前代未聞のニュースは当然海外でも話題になっている。韓国での報道を見ていこう。自分勝手な茶番驚くほど非常識だ。日朝鮮の中止で韓国メディアが北朝鮮を辛辣批判。なぜ国際舞台に出ようとするのか。一方的な開催中止を痛烈に批判した。日本サッカー協会 JFA は3月22日日本代表の今シリーズの活動を終了すると発表した。前日に国立競技場で行われた北中米ワールドカップアジア2次予選第3節で森保ジャパンは北朝鮮に1例で勝利。5日後に平壌で開催される第4節に挑む予定となっていた。だが、北朝鮮側の意向でまず21日に平壌での開催が中止に。アジアサッカー連盟 AFC と国際サッカー連盟 FIFA が協議した結果、今インターナショナルウィークでは実施しない決定となった。今後は日程を延期して行うか、没収試合日本が3例で不戦勝となる見込みだ。この北朝鮮の身勝手な行動を糾弾したのが、韓国メディアインターフットボールだ。北朝鮮の非常識な運営は続いている。会見を拒否し、大会プロセスを無視する姿を見せ続けたと苦言を呈している。なぜ国際舞台に再び出ようとするのか疑問に思うほど、コミュニケーションを欠いた行動をし続けている。北朝鮮内で可能なことが、国際舞台でも正常だと考えているのは驚きだ。同メディアは今回は大会の運営日程を協議なしに自分たちで勝手に変えるという茶番を演じている。次から次へと、驚くほど非常識だと非難を続けている。それだけありえない出来事だったということだろう。ありえない出来事というより、ありえない判断をする独裁者がいる国ということだろうな。国内で可能なことが、国際舞台でも正常だと考えているの一文が言えて妙ね。
さすが韓国さんは北の事情に詳しいわね。隣国にもこの言われようだ。しっかり自国内に外国人を受け入れる体制が整うまで国際舞台には出てきてほしくないな。ワールドカップ予選のようなホームアンドアウェイ形式の大きい大会に参加するってことは自国で主催ゲームを開催する責任が伴うわけだ。その責務を果たせない国は参加する資格がない。お客様じゃないんだからね。その辺の認識ができてないなら改めてもらわないと、いつまで経っても同じことを繰り返すわよ。自国の勝手な都合だけで対戦相手は愚か主催者や自国の選手団にまでとんでもない迷惑をかけているってことをしっかり自覚してもらいたいよな。さて続いてはイギリスメディアの報道だ。欧州リーグで活躍する日本人選手も大勢いるから当然のように向こうでも報道されている。サッカー日本代表は、26日に FIFA ワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選で北朝鮮代表と戦う予定だったが、22日にアジアサッカー連盟 AFC によって正式に中止が発表された。このニュースを A さんが取り上げている。同メディアは、不測の事態により決定したと伝えた上で、これにより、キャプテンの遠藤航はプレミアリーグのタイトルを目指してリバプールに戻ってくることに注目した。さらに、ルートンの橋岡大樹も北朝鮮代表とのホームゲームに出場していた。その他にも、スポルティング CP の森田秀正、セルティックの前田大然、レアルソシエダの久保建英といったビッグネームが今回の日本代表に含まれていた。と記し、日本代表が予定より早く解散となり、それぞれのクラブに戻ることを伝えている。今回の一連の件で喜んでいるのは日本代表選手たちが所属している各クラブの首脳陣だけだろうな。でしょうね。予定より早くクラブに戻ってきて怪我の心配もなく来週末の試合までしっかりコンディション調整に当てられる。ほとんどの選手が代表選手のリバプールのようなビッグクラブはなおさらだろうな。もはやチームの中心選手にまでなった遠藤をしっかり休ませることができる。さらには久保なんかは2戦目に向けて完全温存されてたから万全の状態で来週の試合に臨める。欧州各リーグは佳境に入ってるから所属チームにとっては喜ばしいことだろうな。しかし本当に今回の件は、今回に限らずだけど、女子の五輪予選の件から AFC はグダグダ対応がひどい。いろいろ含めて JFA はしっかり言うこと言ってもらいたい。だな。間もなく日本サッカー協会の会長は長かった田島会長の任期が終わり、新会長の宮本恒康氏が就任することになってる。そういえばそうだったね。今後の対応は常様新会長がやっていくことになるのね。早速問題が山積みの日本サッカー界だがどんな対応を見せてくれるのか。宮本新会長の腕並み拝見といきましょうや。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。みんなは今回の件、どう思っただろうか？コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。こんな感じのサッカーの話題をやっているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくれよな。それではまた別の動画で、頑張れ日本。